ションが上がるなんか落ち着くかなってのがあって、あ、それあるみたいあまりでも本当に淡い色からなると修正が効きやすいですね。好きなるほどって思いました好きなとこがいるのでなんかキャラクターがそうですよ、ね、の顔が見えてくるのが好きで、肌色失敗するとちょっとテンションが下がっちゃうんですけど、そうですよね。そうです。ただでも結構修正が効くんですよ。水だけで筆でなぞると結構色消せる具合があるんで、ただ髪がちょっと持ってはあるんですけど、ないなかったですね。全然はみ出しても濃い色を重ねれば全然意外と思ってるよりは簡単だと思ってるんですけど、パソコンに取り込んだ時にちょっとコントラストをいじって主線を濃くしてるんで、ペンで描いてるように見えるんですけど、シャーペンですね、いつも。変わんないですね。結構なんちゃって水彩なんで、透明水彩使う意味あるのかって言うとちょっと辛いんですけど。もうちょっと発色がいい濃いめの絵の具でもいい気はしてるんですけど、どうしても使いやすくてこっちにしてしまう。あ、ただ途中から絵の具の数を増やしたりとかはしていて、あと紙を変え、前はコピー用紙に塗ってた時があって、水彩紙っていうのを知って、だから結構楽しくなった感じ。まず髪が波打つというか全然そうですね、色が乗ってくれなかったんだなと思って、じわって吸収してくれる感じがあまりなかったです。当たり前なんですけど。なんかでもティッシュ使うとびっくりされます。じわっていうのをわざわざ吸収するんだっていうのは、はい、ティッシュで。そうですね、あそこの子ってかつ次色をのっけると濃くのっかってくれるんで、水張りのを本当はしないといけないんですけど、水彩を描くとき私あんまり好きじゃなくて、水張りを1回目の筆入れでやってるような感じですかね、各部に。ドラゴンボールすごい好きで、ワンピースもそうなんですけど、扉絵の印象深い扉絵ばっかりじゃないですか、なんか記憶に残る扉絵っていうのがすごい好きで、人数が多かったりだとか、なんかキャラクターが何考えてるのか分かるような扉絵っていうのがすごいもともと好きで、そこに合唱もあるんですけど、ドラゴンボールも。どうだ、超合唱。超合唱。すごい、そうな感じ。